私たちは今岡山に来ております。戦争です。ケスの出身地である岡山にやってまいりました。なぜ岡山にやってきたかと言いますと、ケスのベストボディジャパン2024年です。はい、2回目でございます。はい、まあ、リベンジですね。昨年は予選敗退したんで、今年は頑張らなきゃですね。去年出てめっちゃ頑張ってたんですけどね、予選敗退ということで。俺らはそんなに気にしてないんだけど、ケスはもう許せないと、とにかく悔しいということで、リベンジをね今年するということでね、確実にパワーアップして帰ってきてますよ。いいですよ。あとなんか余裕も少しある気がする。去年はもう緊張してたな、この前日ぐらいから。冷静に人前で裸になってきてる気がするくない？なんでしてんだろうとかなるけど、まあもう頭おかしくなっちゃってるから、まあ、そういうもんだ。そう、ちなみにね、2月1日から禁酒してましたからね、あのケースが。最近知ってくれた方とかは、あの酒を飲まない黒いやつ、黒くてガリガリの酒飲まないしゃべんねえやつ、真面目なやつだと思ってると思うんですけど、実はチームエビジャで一番酒が好きなのはケスなんですよ。そうだね。はい、そんなケスがね、人生で初めて3ヶ月禁酒したということで、まあ覚悟がね伺えますね。前日からね、レンジだね、それを犠牲にしないとね。ということで前日ですね、今日は。そして今ね、前日何するかと言いますと、ケスの地元ということでね、このアリオ倉敷、このショッピングモールでラジオの公開収録をするということでね、はい、お呼びいただきましたので、ありがとうございます、はい、エビジャップで出演させていただきます。皆さん初めてじゃないですか、ラジオは。はい、初めてです。初めてだね、人生初ラジオ、はい、ラジオに出るとか芸能人かよ。いや、結構ね緊張するぜ、うん、本当。そうなの。でも生じゃん。で、なんかオンエア入りますとか、なんかカウントダウンとか裏の感じ味わえるんで楽しいけど緊張する。確かにな。前回はね、ケスが一人出たんだよね。はい、クリスマスの時期に行かせていただきました。公開収録だったさ、公開出張の人とかも来てくれて、うん、なんか新鮮だよ。あ、俺有名人だったんだってなる。ラジオとかで喋ってだって、まあ岡山のスターだからね。いや確かに。飲まないやつだから今日はラジオに出演して、でケスの実家に遊びに行ってっていう感じかな。ケスは今日はね、あのライスケーキっていうやつしか食べれないっていう感じなんだよね。あんことライスケーキで、水は飲めない。水はもう飲めないわ、飲み食っちゃった。え、早い。何、今日もう飲めない。230ml だったよ。今日も飲めない。マジ？ちょうどこのコーヒー1杯分ぐらい。これ朝飲み切って。なんで飲み切っちゃった？分配できなかった。まあ一応12時までに飲み切ろうっていうプランなんだけど、早めに切り始めたいだけだって水分を。はいはいはい。おー、水抜きなんだ。いやもうだって予選負けてるんだよ。もっと人よりちょっと一歩先行かないと。はいはい、なるほど。まあ俺ら声出すことぐらいしかできないからさ。16番だよね。16番です、今年も、うん、練習してきた。16番の発声。16番。どうすか、いけそうすか。20人いるんだよね。今年増えたね。なんか出張入ってきてる気すんだよね。とりあえず宣戦布告3名いるからさ。宣戦布告3名もいるんだ。僕も出ますみたいな。飛ぶじゃん。めっちゃいい顔だし。マジかよ。20人いて優勝を目指してるって結構ヤバくないですか。すごいよね。大変だよね。で、予選で10人切れちゃうから。はい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 。2人に1人落ちちゃうからね、頑張った。厳しい戦いだ。いやそれはちょっとね、勘弁だね。いやもうだから行動がどうなってるかわからないよね。一応もう俺優勝しないと使わないでっていう。まあそうだね、もう打ち上げに飛んでるかもしれないな、うん、この動画自体を出すのは OK なんすか。まあ出すの、その、あ、出すのは OK なんすか。のその大会シーンだけカットなの。あ、そういうこと。はい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 、岡山に楽しみに来た動画で。ああ岡山 Vlog、 のほほん Vlog ね。はい、わかりました。はい、そうしよう。もうダメやん、もう彼です。こいつダメやん、寝てないっす。昨日マリナの結婚式行ってて、二次会クラブ行ってて、今日6時40分発の新幹線だったからね、俺とタクは間に合わなかったんだけど。間に合わなかった。そう、俺起きたら6時49分。俺寝ないで間に合った。あ、寝ない、寝なかったんだ。寝なかった、一睡もしない。新幹線の中もなんかちょっとおっちゃんがうるさくて寝れなくて無睡。昨日から。今日はゆっくりしましょう。ラジオでやばいこと一度どうしよう。ポーリポーリ言っちゃった。どうしよう。お前圭介がさ、こっから岡山で上り詰めてくんだから邪魔すんなって。確かに、うん、観光大使だぞ岡山の。観光大使になりたいっすね、うん、俺が変なこと言ったらぶん殴っていいっすね。分かった、俺だけまともな人ぶるわ。はい、じゃあ行きますか。行きましょう。ラジオ行ってきまーす。はーい、始まります。さ、見られる状態でやんの、ラジオ。え、この声ってさ、入ってないの？入ってない。本当？うん。なんか試すね。一応大丈夫。見てください。これが台本でございます。
岡山時代の乱れを見てないこの仕事でした。東京が僕を変えた。あ、変わってるわ。東京に変えられた。確かに昔はぽっちゃりだった。やめろやめろ、やべ、首つりそうなってる。やばい、目眠そうすぎ。いや、そんなことない、いつもそう。お前、仕事あるんだよ。シャキシャキついちゃいった。ここから入るってことだよね。ここから入る。では始まりました。入ってもらいます。入ります。入るんだって。失礼します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。好きなところにお願いします。県外からもたくさん来てくださってるみたいで。時刻は12時を回りました。こんにちは、淵本京子です。それでは早速今日のゲストをお招きいたしましょう。今日のゲストは4人組 YouTuber エビスジャップの皆さんです。こんにちは、よろしくお願いします。改めまして今日のゲストは YouTuber エビスジャップの皆さんでした。皆さん30分ありがとうございました。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 楽しかったです。はい、ということでゲスの実家に来ました。イエーイ。これですね、これのゲスの実家です。僕たち2回目ですね、来るのは。今日は誰がいるの？親、弟一。双子なんだよね。うん、結婚した方。え、結婚したんだ。うん、弟ね、ケイスケがいじめてた弟でしょ。弟2人いるんですけど、ケイスケ双子の。ケイスケがピアノを弾く音に合わせてキスしろ命令をしてたの。よくそんな話作ったよね。あれ事実。その辺でいけば。新しい話聞いたけど、確かに。まだ出てきてない。もうないんや。残虐エピソード。残虐エピソード。残虐エピソード。じゃあ行きましょう。はい。お邪魔します。お邪魔します。お、はじめまして。はじめまして。弟だ。あ、ケイスケの弟。あ、似てる。じゃあ、ほんならちょっと座っていただいて。はい、ありがとうございます。すごいことするな。昨日の結婚式の引き出物。あ、聞きました。あの、ヘラヘラさん女子のマリアの結婚式で、はい、それアリシャンクッキーっていうやつ。アリシャンが開発したクッキーなんです。食べたいなと思って持ってきてたので。どういうこと？話しづらいからさ。言うな。だから秘伝物ってこと言うな。来ます。まあ、あの、でも1年ぶりです。はい。そうですね。はい、何も用事はなく来ました。せっかく岡山に来たから。動画を見ながら最近勢いに乗ってる皆さんの活躍とかすごく見てて思うところ、思うところっていうのは数字にも表れてると思うんですけど、ただただ頑張ってほしいなと思って。あ、ありがとうございます。みんなで応援してます。あ、ありがとうございます。頑張ってください。嬉しいです。自分もなんか他人事みたいに言わんの。あのタクさんにちょっと聞きたいですけど、はい、タクさんとアボさんがこう結婚した後の家庭の中の財布っていうのは違うの？急に金融が、あ、別々、はい、今なんでこの話をするかって、ちょうど皆さんがおられる。あ、大丈夫。あ、すごい。あ、どういう、タクさんがタオルを。お気に入りさん、お気に入りさんっていうか森山さんが限界です。タクのために話題中断してあげたんだろう。なぜそれを聞いたかっていうと、ちょうど来る前にね、葉月も結婚して、その話題になって、どっちが財布を握るか、いや別会計でいくか、昔じゃないけど親としたら一つだったんだけど、いや皆さん最近どうなんかな、うまいことそれでやっていけるのかな。タクさんもちょっと先行してリードしたからという印象なんか。難しい質問ですね。そんな込み入ったこと行く？行くんよ。リアルなんですよ。次は僕がバシャやる。俺気まずいからやったわけじゃん。違う。今日はちょっと弟さんに昔の話。ほんなら、ちょっとインタビュー。いや、来た。これね、何を答えたらいいんだろう。一つだけ。昔のあの、実家行くみたいな動画あったじゃないですか。弟からのこう、垂れ込みみたいなのでキスさせられたんですか？あれは本当。あれは本当です。あれは、そのホテルかなんかで旅行で行った時に、風呂に入ってる時に二人、まだ小さかったんで入ってたところが急に押し寄せて来て、なんかキスしようっていう感じで。いや、もう別の話だな。宮野じゃないよな。ピアノも別のもあるんだ。あ、それはまた別。よく別だ。よく別だ。ピアノの端から端、徐々にこうやって叩いて、最後一緒になったらキスしようみたいな。本当にあった。あったあった。写真も残っとったと思う。写真も残っとった。何の写真？これ誰が？親？いや、多分兄ちゃんが撮っとった。
た。やばいよ。一個も覚えてないな。新しいなんか僕は喜怒哀楽。なんかないから。喜怒そうですね。ないや。高校の時の彼女がおられた時にバレンタインがあったんですけど、そのバレンタインの時に僕も彼女さんからいただいたなんかチロルチョコの詰め合わせみたいな、はいはい、でそのチロルチョコの詰め合わせをもらってやっぱホワイトデー返さないといけないなということで、一緒にちょっとその百十十ってそのケーキ屋さんのところでお菓子の詰め合わせをみたいなのを返そうっていう風な話をして買って、それを見た兄が自分のよりなんかおしゃれでいいなっていうことで、それを自分がこれを俺が渡すからっていうことで取られて覚えは極悪に言うわ、全く覚えない。いいのも欲しいよな、一つな。いやだめです。いやだめです。あ、確かに。逆にいいよ。うん、いいのか。なんか、お兄ちゃん頼れるなとか、優しいなみたいな。頼ったら基本的にググれていいよ。ググレお母さんとかが それこそ LINE で教えてって言ったらグループ LINE に残ってるんですけど、ググレってよく広いな。あ、まあ、高校生の話。高校生そろそろ来ますわ。はい、わかりました。じゃあ、頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ケスケにエールお願いします。ほどほどに頑張って。わかりました。ちょっと心配した。その顔あれ、大丈夫なの。親たちはあんまり応援する、なんていうの、ああ心配が勝っちゃう。心配が勝っちゃう。まあ、予選落ちたっていいじゃない。どんまいどんまい。イエーイイエーイイエーイ盛り上がるサンダーマウントーヤフジーイエーイ。はい、ということでケスが寝たということで、今回は親友3人がケスについて語るコーナーとなっております。はいはいはい。何回かやってたよね昔。サブちゃんとかでやってたんですよね。いないやつについて喋る、そいつのね、深掘りみたいなところなんだよね。はいはい、はい、だからケイスケという人間がどういうやつなのかみたいなところで、ね、深掘りしていける。はいはいはい。我ら大学1年生の時の知り合いだな。12年。あ、でも余る。長いね。歴史あったな。あいつはあんな細いやつじゃなかった。じゃなかった。なんならデブだった。ああ、いやデブではない。デブではない。デブではないけど、デブっていういじりしてたじゃん。てか、いじってたよ。なんか正真正銘のぽっちゃりだったよ。うん、そうだ、ね。うん、ちゃんと YouTube 始めたばかりの時もぽっちゃりだったんだよ。多分そういうの覚えてる人もいると思うし、うん、そういう動画も残ってる感じさ、うん、まあ一番変わったんじゃないか、俺らの中でも見た目含めて。確かにみんなあんま変わってないな。そう考えると、まあ、変わってるけど、まあ、進化してる。進化してるプロとして。なんか最近とか、まあ、去年とか今年とかにさ、やっぱなんかそのプロ意識みたいなのさ、俺らって意識し始めたと思うんだけどさ、ケイスケは最初から意識してたんじゃないかなっていうのは思う。プロ意識みたいな早かったよね。うんうん、人前に出るということはこういうことっていうのは多分あいつは理解してるんじゃないかなって最近俺思うんで、俺だってさ変わらないのがいいじゃんみたいなスタンスを多分やってたつもりだったんだけど、あいつは多分やってなくて、最初からやっぱ人前に出るっていうことはこういうことだ、ちゃんとしなきゃとか、見た目もちゃんとしなきゃ、かっこよくやりたいとか、そういうのは一番意識してたんじゃないかなっていうのは最近俺思うんだよね。アイドルだね。アイドルだね。アイドル。これケイスケのさ、LINE の登録名さ、うん、ラストアイドルなんだ。ラストって何？あいつおならしないからね、俺らの前に。ね、いやしないね。アイドルしないもんね。うん、一緒に住んでたからね、うん、2、3年ぐらいは。うん、でも一回も聞いたことない。聞いたことない。エビ住んでた時も毎日一緒にいたけど、一回も知ってたし。心開いてくれてないんかな。でも、うん、俺権利持ってたよね、実は。なんかの罰ゲームかなんかです。あ、マラソン。マラソン走り切った。マラソン走り切ったので、うん、ケイスケにおならをさせるって権利を持ってる。うん、でこれ行使しようとするみたいな危険なんで。ああ。いつでもいいけど。だからこれ行使できずにいるんだよね。いや聞きたいね。プンってやって顔わからない。ケイスケを見たくて。俺は誰が一番プライド高いと思う？いや俺ケイスケかなって思うな。あでもお前も高いな。種類が違うね。種類違うね。タグも高いけど。俺もタグ、うん、高いところは高いと思って、うん、高いところは、うんうん、森山が一番高くないかもね。うん、じゃあプライド高くないプライドが高いよね。
そうだね、プライドを高くしないようにしてる、うん、その余裕な俺プライドが高い、うん、あ、そうそうそう、なんか余裕がなくなったらなんか多分自分が今困ってる、うん、本当に余裕ないんだろうなって、うん、余裕ムーブができなくなったらちょっとなんか問題意識を持つようにしてるくらいプライド持たないようにしてる、うん、ただまあそう、俺とタクもプライド高いけどさ、でもまあ分かりやすく高いじゃん、でもケイスケは分かりにくく高い、ああそうだね、同じぐらいするもんね、同じぐらいしない、一緒に、一緒に、そもそも人前でしたことがないんでしょ、うん、おならに関してじゃなくて、まあ今回のベストボディジャパンもそうだけどさ、だから予選落ちが許せない、うんうん、そう、カットされてたけど、あの1週間動画でさ、うん、ウッとか言ってたの、そうなんだ、そうなんだ、そうなんだ、見た、見た、おお減量末期かなって思いながら、でも本当に許せないみたいな、あの過去が、なんかさ、今日弟君も言ってたけどさ、やっぱ違う顔が見え隠れするからね、うん、なんかさ、独裁者だったわけじゃん、そのプライド出さない、出すのも多分ダサいと思ってるから、うん、出さないようにしつつも、たまに出ちゃうみたいなのはあるかもね、うん、でもすごくない、人にみっともない部分を見られたくないっていうプライドがさ、あいつは強いわけじゃん、そこってすごい才能だよね、ちゃんとしてるって思われるじゃん、うん、多くの人に、しかもちゃんとしてるじゃん、そっちに自分寄せていくじゃん、別、うん、だからそこ才能なのかなって思っちゃう、確かに確かに、うん、あいつ根っこがしっかりしてるからね、かなりしっかりしてるよ、かなりしっかりしてるあの上っ面だけじゃないんだよ、ね、根がしっかりしてる、根がしっかりしてる、根がしっかりしてるね、うん、あいつの根のしっかりした人格を俺ら K 君って呼んでるんだけど、うん、K 君相当頼れるよ、うん、K 君すごい、たまに出てくるんだよ、うん、K 君出てくると久しぶりっつって、うん、そう、 K 君はかなり頼れるよ、そう、しかも K 君は余裕もあるんだよね、うん、そうなんですちょっと伝わりづらいかもしれない、伝わりづらい、伝わりづらいかもしれないけど、ケイスケって結構ちゃんとしなきゃちゃんとしなきゃっていうのでピリピリする時がある、うん、ストレスとかで、うん、かそのストレスの吐き口が酒になったりするんだけど、うん、でそれでケイちゃんが出てくるんだよね、あ、そうそう、酒を飲んだベロベロになったらケイちゃんが出てくる、ケイちゃん出てくる、あっかっぱあれケイちゃんだ、うん、でもあれがね、なんか本質な気もすんだよ、うん、あいつの、そうね、こんだけ長いとさ、いろんな時があってさ、うん、いろんな面があるからさ、うん、本当に人っていろんな面あるなって思うから、タケも犬の面あるし、あ、犬の面あるこれね、YouTube に出たことないかもな、うん、犬はまだ、俺ら犬言ってるけどさ、うん、でもなんかさ、通常状態でもさ、やっぱなんか方向感覚やばいとかさ、うん、もう犬の面があるわけよね、確かに確かに、さっきもなんか方向感覚やばすぎて、このホテル俺ら1回しか来たことないよね、多分ケースが、うん、そうだね、ゆっくりとか1回しか来たことないけど、倉敷駅から地図を見ずにここまで来れたもん、いやマジでやばいやばいやばい、タクの方向感覚マジでやばいよね、いや徒歩17分ぐらいやね、地図見ないと普通はこれのだって見知らぬ地だし、うん、まあそうだね、しかも1個も道間違えてないんだよね、なんかね、すごいあるんだよね、それすごい、なんかその分なんか野菜の名前覚えたいね俺は方向感覚はさ、 Google マップ開けばいいだけだろ、うん、欠点があって長所があるっていう、うん、脳みそをどこに使ってるか人によるような、うん、そうだね、ケイスケしっかりもん、しっかりもんだな、いやでもね、そんなプライドの高いケイスケが再びリスクを背負ったということ、うん、これはすごいことね、うん、だってまた予選落ちする可能性あるわけじゃん、うん、今回20人いて10人予選落ちするんで半分、うん、だから全然あるわけ、そのリスクを背負って再び立ち上がったね、多分タクが優勝したからさ、すげえ悔しかったんだろう、ああそれな、あいつあんま出さないもんな、うん、お前のせいだなんか変にプレッシャー与えて、うん、与えちゃってる気もして、うん、筋トレってさ別に誰かと、まあ、大会は競うけどさ、うん、実際別に競うもんでもないと思ってるからさ、うん、自分のいい体作れればいいと思ってるから、うん、去年のケースがもう強者の余裕がもうそれもう去年もすごい頑張ってて、まあ、だから俺出ようと思うぐらい、まあ、影響を受けたし、今年も頑張ってるから別になんかね、うん、頑張ってくれればそれでいいんだけど、うん、まあ、その中でね、このまた応援される立場で出るって、うん、いやプレッシャーやばいなと思って、うん、いやこれね、メンタルコントロールむずくて、俺は期待しないようにしようっていうフェーズと、優勝をマジで願おうっていうフェーズを一気にしてる、あー、わかるわ、それは、うん、言うて20人いるからさ、うん、全然入賞でもさ喜べるんだけどさ、ケースって自分も優勝って言ってるがゆえにね、うん、どこから喜んでいいのかとか、俺は なんか何にせよ明日その苦しい期間が終わってくれるっていうのが結構楽しみではあるんで、ね、うん、やっぱ俺あいつとずっと飲み友だから、お酒飲んでケイちゃんも出すみたいな、でそれでやっぱ仲良くなってきたし、うん、ずっとそれで仲いいから
まあ何にせよ終わったらもう打ち上げしようぜっていうのスタンスではある。確かに確かに。その上でやっぱ優勝した時の打ち上げしようぜが一番気持ちいい。いやそうだね。優勝してほしいね。もう酒うまいよ。いやそうだよ。そうね。いや、俺ね後悔してんだよね去年。ケイスケが背の内して、うん、そこでなんか、まあ、終電だみたいな感じで帰ったんだよね。あそうだね。俺ら帰った。そう。帰ったじゃん。あれちょっとね悪かった。いやそうだよね。やっぱ、新さんを一緒に舐めてあげればっていうのはあったから、うん、だから今日は飲む、うん、祝杯であってほしい。いや、そうだね、それがね。まあ、ただ今回でもう出ないって言ってるからな。まあ、俺もそれでいいと思うんだよ、うん、あいつはもともと多分かっこよくなりたくて筋トレ始めたはずなんよ、うん、だからちょうどいいとこで維持すればいいと思うんだよ、うん、そうなんだよな、うん、なんかさ、なんて言うんだろうな、タクってもともと筋肉の人じゃん。もともとね。まあそうだね、ケイスケって努力でそこまで持ってったっていう感じだから、ほどほどでいいよね。なんからしくないことをしてるってわけじゃないんだけど、うん、別にそんなにらしくないじゃん、もともとのケイスケを俺ら知ってた、うん、上で。まあ確かにひょうきんなケイスケがいなくなってきてる。そう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 、視聴者からしたらわかんないけど、俺らからしたららしくないなっていうのは多分思う、うん、ことで、それを頑張ってるのがまあすごいことなんだけどさ、まあね、ほどほどにね、自分が幸せと感じるレベルで努力してみたいなくらいがいいんじゃないかなと俺も思う。酒も飲んでね、忘れかけられてるって。そうまあ、あいつが一番酒が好きだったよ。そうだよね。まあ今はもうね、あいつが決めた以上、明日まではもう俺らは何も言わんけど、そうだね、明日以降はね、ひょうきんなケースケを待ってる、うん、とこはあるよ。で、明日終わったらタクが2ヶ月前でしょ。そうだね、常にボディービルダーがいるチーム。タクはメガボディービルダーだから、うん、そもそも酒飲まないじゃん。確かに、そう、確かに。そう、そこが大きく違うんだよ。そうだね。なんか、ケイスケとタクって比べたときに、タクってあんま強そうじゃないんだよね、大会に向けて。そう。なんでなんだろうって思ったら、まあ、それもあんのかなっていう。そこでかいと思う。うん、年中筋肉のことを考えてるみたいな。ケイスケはなんか、YouTube 的に優勝したいとか、自分のキャラ付け的に優勝したいとかいうのがあるけど、タクは、まず、いい体になりたい。ああ、そうだ。で、その理由付けとして大会があるよ。ああ、そうだね。もうな、筋肉なんだよ。いや、でもすごいね。昨日も、マリアの結婚式のご飯もね。あれ、もう全部俺食ったし。俺たち食って。あいつ、小皿にあんこ出して。大好き。これ失礼だよ、まあ。結果で、ちょっとね、なんとか、お祝いできた。優勝したら泣いちゃうな。な、それ見てるからね、俺らは。嬉しそうにしてるケースケが見たいよね。確かに。あんまないじゃん。ない。確かに確かに。50万達成であいつが嬉し泣きするみたいなことよ。あいつ自分に厳しいからな。いや、そうなんだ。やっぱりとか言わないじゃん。自画自賛も全くしない。俺らって自画自賛の話。確かに確かに。もうなんか拾ってなんか膨らますぐらいで調子に乗りに行くみたいなのもあるけど、ケース逆に律しに行くからさ、調子に乗りそうな自分が来たら、いやいやまだまだみたいな抑えに行っちゃうからね。でも50万人は抑えれなかった。溢れちゃった。溢れちゃった。ずっとバーッ泣いちゃった。いつもブレーキかけるからこそやっぱ崩壊した時に絶対泣くよ。優勝者したいから。絶対泣く。泣きながらお前らこきまくるかもしれない。してるな。どっちかだと不安よ。不安。不安だよね。もともとステージとかも苦手なタイプだもんな。なんで去年出ようって思ったんだろう、あいつは。まあでも停滞期だったよな。ああ、そっか。うん、だからなんかできることないかなってなったんだろうな。なんか森山もなんかやってよ。ねえ、なんかリスクしょってほしいよ。ああ、じゃあ俺ベストフェイスジャパン出るわ。ベストフェイス。お前それ努力関係ない。じゃあやるんだけど、100キロマラソンしたりとか。あ、確かに100キロマラソンやったね。俺のね、挑戦あんま注目されないから。なんでだ。多分それが求められてないから。俺はすごいテンションが高いことしか求められてない。確かにね。お前はとにかくおちゃらけててほしいんだろうね。そうそう、とても難しいことなんだ。難しいよね。やばい。演技じゃないからこそ難しいんだよね。うん、今日言ったよね、ちょうど。お前いつでもあのテンション出せるように来たよ。俺って何求められてるの？なんだろうね。あ、でも最近出せてないところで言ったら、やっぱ、ね、破天荒だよね。うん、あ、破天荒ね。うん、確かにね。その動画の構成とか考えながら撮ってるからさ、ちょっと出しづらいな。そうだね。ちょっと真面目になっちゃうな。俺ほんと根が真面目なんだよね。
困ったことに根はカスだけどな根はカスだなこと YouTube に関しては真面目だ、うん、一番好きだからこそ一番、ね、真面目になるだろう、使う部分だ、うん、でも昔ほどプライベートでもあんま破天荒じゃなくない俺。なんかでもやっぱびっくりすることはよくあるけど、なんかびっくりすることあるやん。いや、俺、ごめん、俺マジ今びっくりすることでさ、うん、一番最初に浮かんだのがさ、うん、この間の車内での口をくそさ、ごめん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 、本当にこの話する。あ、大丈夫だよ。大丈夫。あ、補足っすね。するか。浮かんくでも、浮かんじゃったんや。いや、なんか嫌がるかなと思って、あんま動画で言ってなかったんだけど、うん、まあね、YouTuber ですしね、そういう面白いエピソードを出してくれないとね。そうだよ。この前ね、言われたのよ、こいつらに。今日口臭いよって。てか、まず、まあ4人でね、軽自動車みたいな、ちょっとちっちゃい車で、ね、5人乗りの車で。俺が説明するから。端的にね。端的に説明するから。それ、車、乗って、移動してました。うん、で、車で、俺が打ち合わせしてたんだけど、うん、俺が打ち合わせしてる時だけ車が臭いんだ。そう。俺が打ち合わせ終わると、車が。っていうのみんな感じてて、その時言わない、言わなかったよ、ね、言わなかったんだけど、後で、うん、なんか言ってきた。まず俺ケイスケと2人で一旦ちょっと確認しようと思って、うん、俺がケイスケに言ったの、多分だけどあいつ今日歯磨きしてない。だからケイスケも、お前も気づいた。だよなみたいな。俺も思ってたけど言わなかったみたいな。うん、俺マジで窓開けるか迷ったみたいな話したら9時間やってきて、ね、ちょっと確認した。そしたらなんかこいつ、いや、バレたみたいな。今日歯磨きしてるのバレたみたいな。その後タクに、9時に言った後にタクに確認取ったの。いや、そうだよ。そうだよね。俺らもさ、一応さ、やっぱ、お前もそんなにね、最近臭いって言われたくないだろうなっていうのがあるから、その時は言わない。リアルタイムはね、打ち合わせもしてるし、言わなかったんだけど、ね、不利になっちゃうかもしれないし、不利じゃなかった場合もあるからね。うん、でも成長したなって思うのは、その次の日にもう敗者。お前待って、このチャンネルの影響力考えろ。30万人にさ、お前口が臭いってさ、言われてんだって。いや、でも、俺らが言うことによってやっぱさ、お前もその次の日歯医者行けたじゃん。そうなんだよ。そう。ストーリーにもあげたんだけど、次の日から朝一歯磨きをするようになった。あ、おー、めっちゃいい。めっちゃ成長。朝起きて一番最初するこの歯磨き、うん、これなかった俺の中にも。そうだね。そうだって食後じゃん、歯磨くの。夜と朝マストの上での食後。マスト、うん、寝る前、朝マスト。まあいいで、まあ夕方、もう歯石取りに入っちゃって、で、3ヶ月後に予約して、おー、こっからはもう、ありがとうお前ら、こんなね、言ってくれる友達いないからだから、お前らしかいないかも、ほんとに。なんか、破天荒なのかわかんないけど、やっぱびっくりするよね。え、そういう習慣ないのみたいな。そんな、あ、違う、違うだろ。本当に例えとしてさ、そういうのじゃないじゃん。じゃなかったけど、おかしい行動とかも、それ以外出てこなかったよね。直近すぎるからさ、あの出来事が。臭いで言うとさ、今じゃ信じらんないけどさ、森山がさ、フジテレビ時代にさ、ケイスケ口臭いブランディングみたいなのしてたことあるんだ。あ、そうなんだ。ていうか、ケイスケは実際に臭かったんだよね、もともと。あ、もともとね。そうなんだ。もともと臭かった。頭にあるよね。いや、でも最近全くないかな。最近はないな。でもまあ、いや、俺は思うことあるんだよね。ちょいちょい人生で。ケイスケの口臭い、5回ぐらいある。で、結論が出たのが、うん、その時に俺大学生の時だったんだけど、圭介、うん、が性欲が溜まってる時口が臭くなるっていう。なんで俺がそう思ったのかわかんないんだけど、その結論が出たんだよね。そう。で、まあ、圭介にももちろん言うたし、あとまあ後輩とかにも、あいつの性欲が溜まると口が臭くなる。あの後輩が言ってきたりしてたのよ。なんか藤原さんたまに臭くないですか？いや、そうなんだ。あれ性欲が溜まってる時。え、でもね、最近は全くない。それ満たされてるのかな。おー、わかんない。いや、その仮説がまず。か、そのフジテレビ時代って結構やっぱストレスフルな感じだったから、なんかそれもあったのかなっていうのは。確かに今なんか言われて思い出した。そういえばあいつも昔臭い時あったな。昔は結構やっぱいじってた。まあ、ぽっちゃりとか、うん、あと汗だるまとか。まあ、私めちゃめちゃ汗。いや、今でも、あの、代謝めっちゃいいんだけど、あいつ。うん、とかのいじりをね、でもいじられるの嫌いなんだね、そもそも。そうだね。そう。だから、なんかそういうマイナスを、まあ、YouTuber になったっていうのもあるし、うん、徐々になくしていってるっていうのは、あるかな。うん、いじりどころは少なくなったなとは思う。
確かにな、ケイスケいじりどころをね、いじってたらなくなっちゃうからね、そう、直しちゃう、うん、そうなんだ、確かに確かに、いやさ、そうだ、ケイスケってさ、絶対怒んないじゃん、てかガチで怒るみたいな、なくね、あ、ブチギレみたいな、そう、ブチギレみたいな、ケイスケってキャパがやっぱ広いやつだと俺昔思ってて、大学生の時、どれだけいじってもなんか全然怒んない、うん、いや、ちげえろみたいな感じで返してくるみたいな感じだったんだけど、一回ブチギレられたことあって、俺がケイスケに何の脈絡か分かんないんだけど、あれタコタコって言ったらブチギレられた、はぁって言ったら、はぁってタコって言ったブチギレ、それ覚えてんねん、何の脈絡かは全然覚えてないんだけど、あ、タコなんだって思ってブチギレるんだ、アンチの皆さん、タコって送ったやつがタコ野郎って言ったタコスケ、本当はね、いじりたいけどね、やっぱり昔みたいに、まあ俺だってさ、誰がいじりキャラ、誰がいじられキャラっていうよりはさ、みんないじり合うじゃん、そこがまあ親友感みたいなところってあるじゃん、うん、やっぱりだ、なんかいじれなくなっちゃうみたいな、寂しくなって、うん、寂しいなと思うよね、まあ確かに、まあタコかな、じゃんタコか、タコで行こうか、何やったら俺タコもう LINE の名前もタコに変えてタコにしとこうかタコスケなんかもう俺らっていじり合ってるはずなのに、いつの間にかケイスケのことをいじると視聴者がえ、かわいそうってなっちゃう感じになっちゃったから、確かにね、終わったらぽっちゃりになってほしいなって俺は思う、ぽっちゃり確かにケイスケぽっちゃり戻ったらちょっと嬉しいかもな、出がきみたいになってほしいデブやそれはもういじり合われたら音痴とかめっちゃいじってたじゃん、昔、あー、確かに確かに、オンチケイスケってオンチなんだよ、口笛がオンチなんだよ口笛全外しでもめっちゃ酔っ払うと歌うよね、歌う歌う、ケイスケはもう酔っ払った時しか歌わないんでしょ、めっちゃ酔っ払って歌う時はオンチじゃない、オンチじゃないんだよ、そうだね、そうなんだよね、あれなんだろう、多分、なんか喉開くというか、なんか、たかが外れるみたいな感じなのかなと思って、そう、なんか恥ずかしがりながら歌うと多分音痴になっちゃったりするんじゃない、そっかそっか、昔はもっとね、いじれる部分が多かったんだけど、音痴やろかわいすぎがよかわいすぎがよ、まだね、今でいいところいっぱいあるのに、さっきタクとビジョン会してたんで、ああ、そうなんだ、決めたんですよ、ビジョン会をやるっていうことを決めたんですよ、ビジョン話し合う、そんな差しでさっきタクト店行って近く飯食いながら歩きながらビジョンについて話してたんだけど、なんかちょっと良かったね、まあビジョン会だったね、タクのビジョンとエビジャのビジョンと俺のビジョンっていうのがこのやっぱ一致してないとか、どうやってこうみたいな話をね結構してたね、こんぐらい稼ごうみたいなのもあるし、いつまで YouTube やるとかそういう話とかめっちゃしてた、ケースともやるでしょ、ブルーノートで、ケイスケとは6日後ぐらいに予約してます、ブルーノートクラシック聴きながらビジョン会、これ俺不満なんだけどさ、お前とはやんねえって言われてる、そうなの、いや森山とはもうただでさえ話してるから必要がないなっていう感じ、そうだね、なんかもう知ってるっしょ知ってるっしょって感じだった、お互いに、いやでもやろうか、いや、俺は経費で普通に飯食いたいね、今日タクと話したことの結論をちょっとねみんなに共有しておくと、長くやろうってことなんだね YouTube、当初はクライマックスでやめようと思ってた、いかに最高と出せてやめれるかだった、確かに最初その話してたね、っていう感じだったんだけど、やっぱ長くやろうってなったね、長く続けてるっていうことがやっぱ価値になる、長く生き残っているということに、なんだかんだ俺ら5年生き残ってるじゃん、すごいことや、なんかやりながらさ、俺らってなんかみんなさこうやってバーンって100万人いくなんかさ、俺らってずっとこうなのかなって思いつつもある、あ、そうだね、その話をしたしたね、あれ予想なんじゃねっていう、なんか本当はさ、行きたい行きたいってずっと思ってたけど、これで長くできてるのって普通に才能じゃねっていう、勢いってモロハの剣だから、それで言うと最近ストーリー意識してやってるから、モロハのルートには乗ってるんだけど、だから満足しないようにしようっていう話をした、例えば100万再生アベレージ行ったとしても満足しない、俺が目指してた天下はもっと上にあるよ、あ俺も満足しないようにしなきゃでもね、その時にね、森山の話にもなった、お前は満足するそうなんだよな、ずっと満足、何なら別にしてる、今までの道のりでもずっとし続けてる、うん、そういう時に、これって天下じゃないっていうのは、お前だよ、ああ、そうだね、山田だね、そう、真っ先に調子乗るのは、お前の役目だな、そう、浮き足立っちゃう、すぐね、飲みに行って、チヤホヤさんに行っちゃう、最近引き締め直すまで早くなってきてるから、そ
その1日2日飲んだら、うん、また仕事し始めるって言うから、あ、まあまあまあ、それはね結構ね、怖いのよ、うん、こっちからすると、あ、森山飲み始めたそう、あ、終わりではいいでも、俺も富士がいつ、たっさいってなって、ね、やばくなくなるか、うん、あれなんかさ、悪い予兆で悪い予兆で、たっさい、たっさい、あ、ピッみたいな、そう、やばい、やばい、やばい最近はないな、最近ないね、なんでだろうな、資産が高いからじゃん、うん、ああ確かにね、うん、普通に正当に捉えてるもん、自分のいいとことして、うん、だから意味わかんないじゃん、ビジョン会やりましょう、あ、うん、こういうの言い出すの俺の良さだなと思うんだけど、あ、まあ天才とまではいかない、はいはい、うん、なんかもうさ、光さん超えるって言った以上さ、うん、そんな細かいことで天才感じててもって感じ、確かに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 、光さんと喋った話はしない、ああ、だから光さんと喋ったね、うん、ね、昨日超えるって宣言をしてから初めてだよね、初めて会った、ね、対面で会って初めて会って喋った話、うん、いやでもやっぱすげえな、すげえ、はい、すげえわ、さっきあの光さんにもらったアドバイスを話してたんだけど、なんか一個さ難しいなって思ったのなんだっけ、複数回見るとか、あ、じゃなくて伸びた動画を抽象化して方程式を理解するみたいな、うん、それって言葉で聞くのは簡単でいいですか、めっちゃむずくねって、めっちゃむずい、うん、例えばコラボで伸びたとかさ、俺らだったら直近で100万再生いってる接客態度が悪い店、うんうん、結論出たよね、まずそのジョージが伸びたとか、うん、接客態度の店伸びたのは流行り物でいろんな YouTuber が動画を出してる中でエビジャが一番面白いっていう評価を勝ち取ったから、うん、ファンも誇れるし、そのライト層も、うん、まあ、やっぱりビジョンって面白いなって再確認できるっていうのはあるんだけど、うん、結局もっと抽象化すると俺らが楽しんでるっていうのが一番でかかった、うんうん、なんか伝わるから結局楽しんでるっていうのを求められてるのは幸せなことだな、あー、そうだね、うん、不幸が求められてる YouTuber がいるな、あー、その話さっきも、そうそう不幸なとことか、こう怒ってるとこが求められてるとか、うん、いう人いる中で俺ら楽しそうにしてるのが求められる、うん、これ幸せなことです、うん、そうだね、うん、でなんかちょっとさ関連するけどさ、うん、広告がついて喜ばれるのってすごいことじゃないっていうまあ、まあ、すごいよね、そう、異常じゃない、普通さ見にくくなってさ嫌じゃん、うん、CM 入るとか、そうだよね、それを熱いみたいな反応してくるのすごいなって、みんな優しいね、いや本当に優しい、無料の YouTube プレミアムだからね俺なっちゃうそうだよね、すごいよね本当に見やすいだろうね長尺でもね、まあ、前日のキスについて語れるトークでしただいぶ揃ったけどだいぶ揃ったね俺らは明日ね、まあ、会場でケースを見送って最後にね知った激励して送り出すということですね、頑張ってほしい、頑張ってくれケースケ、それではまた明日、おやすみなさー、バイバーイ、おはようございます、朝になりました、おはようございます、どうすか調子は、もうやるしかないっすね、いい顔してんね、よくないけど、うん、もうあれですね、あと数時間後の打ち上げのことしか考えてないです、おー、そっか、いいね、近づいてきたな、近づいてきたな3ヶ月の禁止がやっと終わるこれでも良くないよ、そっちの思いがちょっと一回なるほどね、一回ぶち殺すモードはいいんだけど、今日朝からコンサートしか行ってない、おー、いいね、いいメンタルだよ、カズヤ元気、頑張ります、殺す、殺す、殺し合い、彼が一番の強敵ですか、去年ケスが予選落ちした時の準優勝です、彼がお前来んなよお前来んじゃねえよ、まあ、カズヤに勝てないとね、それでいいですか、そうだね、決勝カズヤとケースで、森山さんは、森山は、あ、まあちょっと髪セットしてる、ああ、うん、気合入ってるね、朝起こしたったわ、森山のことで、朝起きて歯磨きしたわえ何何、いやいや、珍しいじゃん、いや、偉いじゃん、今3日目、朝一歯磨き、3日連続、3日連続、いや、もうね、歯磨きしないと気持ち悪い、よかったわ、よかったよかった、また人間になってくれ、いやどうなるんでしょうかね、緊張しますね、緊張してますか、本当に緊張してないんですよ今年、彼はもうこの段階でめっちゃ緊張してたんだけど、確かにね、ついに来てしまったなこの日が、16万ちゃんと聞いとくわ、今年は去年はいっぱいいっぱいであんまり見れなかったの、観客席、森さんじゃないですか、ありがとうございます、ありがとうございます、どうですか、殺しますね、殺します、うそうだな、気持ちね、普段も考えられない、うん、そうしないと気持ちが保てない、なるほど、2人は朝からマラソン殺すんだ、
多分60回ぐらい殺すっていう。一緒の部屋良くないんじゃない全然そんな感じじゃない。一緒にファミレス行ったさ。うまいね。うまい、うまい、うまい、殺す、うまい、殺す。身近にやっぱ強いやつで、うん、いい刺激になりますよ。殺すメンタルだったら俺もちょっと参加するわ。殺すで行こう。落ち着いていい。叫んでるかも。1から10お前死ねー。あの殺す殺す言ってるけど、一番は楽しもうと思う。それが大事やと師匠に言われました、ね、楽しんでるっていうのが一番いい評価につながるね。ちょうど昨日話した、俺らが楽しんでるっていうのが大事だ。俺らの動画ね、うん、一緒ですからね、うん、じゃあもう行っちゃう、行くか、行こうか、うん、行ってあの荷物置いてまた出てくるわ。そうやっぱ陣取るの大事だもんね。陣取ってきてちょっとまた出てくるわ、うん、よし行きましょう。行ってきます、はい、壁上へレッツゴー。倉敷市民会館、トラウマの場所です。ここてかさ、体見たいんやけど。あ、それ楽しみにしといてもらおうかなと思って。悪あがきしてるんで今。おお、ラップ巻いてる。汗出そうかなと思って。これは科学的根拠も何もありません。あ、何もないんだ。なんか今年そういうの多いね、ケイスケ。なんか自分の、え、スピ、スピではない。スピ、ほぼスピ、うん、宿ってる。自分の持論というか、フィーリングで決めてる。それを感じるな。飲む水の量に傾斜つけたりとか、自分流になんかアレンジしてる。はい、ということでそろそろ会場入りっすね。はい、頑張ってくれ。ピリピリしていきます。頑張れ、うん、まあ、ケイスからの要望で優勝以外はカットしてくれということなんで、その場合ファミリアに上がりますので。ファミリアでは上げてください。はい、はい、お願いします。はい、僕の体見た人はファミリア入ってください。はい、すごい、すごい訴求。まあ、頑張ってくれ。頑張ります。演じする、演じしましょう。お、頼むわ。よし、エビシャンプー、スコー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 ス。おお、ファミリー、よし、いけたな。よし、頑張ってこい。行ってきます。我々はジョイフルに来ました。ちょっとね、不安なんすよ。やっぱ視聴者の皆さんも同じ気持ちかもしれないですけど、予選落ちが怖い。怖い。予選落ちってなったらどうする、どうする、ね、どうすんだろうね。いじる、いじる、まあ、いじってやるしかない。いじるしかないよ、それは。またケイスケが声かけられるたびにさ、デスマジジャパンお疲れ様でした、予選落ちですけどっていう日々が始まる。悲しいんだよな。そういう時期あったね。去年富士がいじり始めるまでちょっとラグあったよ。 あったよ。俺でもラグあるんだ。うん、あった、やばいね。それなりにラグあった、うん、当日はさ、しなかった。絶対に1週間ぐらいかな。俺そういうの結構早いんだけど、うん、それぐらいね、仲良くてもいじれないぐらいの真剣にやってるから。ずっと見てるからね。うん、今回もしてしまったらもう今日いじる。ミスター予選落ち、ミスター予選落ち、やばすぎる。正直その予選突破するかがまず一番緊張するかも。そうだね、そこだよね。いけるよ、大丈夫。今日ね、もう優勝まで出ちゃうからね、すぐね。なんでまあ、この次のシーンが食事のシーンなのか大会のシーンなのかで皆さんの結果が分かるということです。そういうことですね。はい、じゃあ行きますか。それでは運命の結果発表まで3、2、1、どうぞ。いた。これはマックのレベルじゃないぞ。レベルじゃないんだ。でかい、でかい、一口でかい。おじさん、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 板かばいする。板かばいましょうか、板かばいしましょうか、板かばいしようか。今日は集まってくれてありがとう。おい、ありがとう。おい、はい、おい、乾杯。はい、ということでお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。ご飯のシーン飛んでしまいましたね。あー、そうですね。そうですね、一応撮ってはいたんですけどね。そうですね。ということはまあ、自分で言うのはあれですけど、ちょっと優勝はできませんでした。いや、予選落ちっすか。また予選落ち。また予選落ちっすか。予選を突破しました。おー、ありがとうございます。去年の自分には勝ちました。はい、もうじゃあ行っちゃいますけど。20人行ってね。はい、まあ、結果から発表すると、ベストボディジャパン岡山大会、藤原圭介は
4位。4位。おめでとう。優勝です。おめでとう。ちょっと爆食いする前に、いろいろ喋っとかないと。ああ、喋りたいことあるよね。確かに、はい。まずはメンバーの皆様にですね、3ヶ月間、お酒を禁じてしまい、すいませんでした。別にいいんですよ。いろいろ大変だと思う。その、ゲスが飲めないからっていうのをね、気を使って企画を考えてもらって、ただあとこのベースボーにまた出ちゃってるのは僕のエゴなわけですよ。ちょっと去年悔しい思いをしてリベンジで、ベースボーで負けたらベースボーで取り返さないと気持ちが晴れないなんだ、うん、なんだかやっぱ去年はモヤモヤしてて、ね、やったんですが、自分でも思ったけど俺の限界はここだったんだ、また来年やっていけるとは分からん。もう去年もだけど今年も妥協せずやって、プラス1ヶ月間優勝したりして、でもこれだったんで、後悔とかはこちらないです。ただ結果が出せずに申し訳ない。いや、出たここで1位だったらな、1位だったらやばい、面白いじゃん。人生うまく短いよな。4位かって感じですよね。まあ、でも本当に良かったよ、予選落ちなくて。これだけ恐れてたんだから。俺の中では1位か予選落ちだったよ。いや、予選落ちはやばい。やばい。俺たちもどうしていいか分かんない。そうだね。みんな、緊張するって言ってたから、はい。申し訳ねえなって。酒飲んでますからね、ケースが。お疲れ様です。いただきます。何これ？これは、クリームワッフルです。うわ、絶対うまいじゃん。あ、てか、ちっちゃの方がくれました。そうだよね。あるわ。マダムが、高そうなロレックスつけてるマダム。いや、つけてるよね。多分、それはね、思った。そっちいただこうかな。シュークリームでしょ、エクレアとか。クリームとワッフル。ワッフルもある。うわ、でかい。早い。すいません。4位。現実戻った。まあここまでね見てくれた人もいるから、ちょっと流そう。いいんですか？ちょっと流そう。そうなんですか？なんかちょっとケイスケのプライド的にね、全カットしてほしい。なんならこの動画ごとボスにしてほしい感じだったんだけど、さすがにねケイスケの完成形もみんな見てないんだろう、この肉体まで仕上げたと。どっちみちその何秒以上流していけないみたいな制限もあるから、大会に全体をあのファミリアに流すんですけど、一瞬のねあのポージングだけ流しましょう。はい、どうぞどうぞ。12月18番。はい、ということでかっこよかったね。うん、かっこよかったね。成長してたね。成長してた。胸筋良かったね。絞りも結構良かった。すごいね。それが分かってもらえるんだなって。俺ら3回目やからね。分かる分かる。タクは結構全部当ててる。他の部門の多分4番と10番かなみたいな。それさっき勝負で分かるよ。分かるよ。あいつポージングがちょっと手が前に出すぎてんなって言って、そいつがイエローカード手の位置で出されてベテランの動き。さすがや。結構今回はマジでいけるなって思う。あ、でも11位もすごい。すごい。よかったっていう気持ちある。予選落ちしたらどうするって会議をあの解散した後してたりしてた。いや、まあ可能性としてはあったからね。さすがにいじるって言ったわ。さすがに確かに。私は気を使ったらやばいから。もう俺もいじられる覚悟がある。よかったわ、言わないです。ボロクソに言われてももうしょうがない。俺最初はやっぱ海でモテたいから入ったんですけど、今年一切なかったのにモテたいっていう感じ。不思議だよね、なんでやってんだろうなっちゃったリベンジだけだったんですね。実力を晴らすためよ。いやでもまあ晴らせたもんね。まあ気持ちとしてはそりゃ予選落ちしなかったけど、 YouTuber だったら1位だよな、ここは。まあ一番美しいストーリーはね。そうだね。まあでもさ、ここじゃないってことよ、お前が登る山は。いや、すいませんでした、寄り道して気づかされました。酒を飲め。そうだね。中途半端に筋トレしますんで、でもあとはもう表舞台はたくさんに任せます。まあでもみんな待ってたんじゃないですか。まあそうですよね。そうだね。
やっぱ酔っ払ってるケースをね、見たい人もいっぱいいるから、うん、一人一人はしご酒で飲まないです見てられんよ大会出ない、出るって知らない視聴者も一部いるじゃん、うん、すごい心配されてるもん、ね、確かに、うん、まあ、心配されてたもんね、うん、したみたいな久しぶりに帰ってきてくれる人が多いじゃん、なんかメンバー一人変わったとか言う変わったって言われてるよマジでそんな風に思うんだみたいな、いやでもさっきケースも言ってたけどさ、ケースは酒を飲めない中さ、俺ら勢いに乗れたから、確かに、確かに本気出してないってことだな、確かに、ああ、うん、縛りプレイよ、うん、森山が顔にモザイクかかってるもんなんもいいとこねえじゃんなんもいいとこねえじゃん、そんなやばいやばい、そんなもんない、そんなもんない、そんなに何かを一言、俺を一言表すの酒だもん、そうだね、うん、それでやってきたんだから急に筋肉の方向転換、いや確かに、そんなケースケが酔っ払って楽しくなるっていうだけじゃないじゃん、俺らの全体的な雰囲気、俺まあ個人的にはさ、めちゃめちゃ寂しかったわけよ、3ヶ月ぐらい、でもさ言えねえじゃん、うん、だからまあ終わってよかったなっていう気持ちもある、いや終わりましたね、全然もう結果が出るまでは緊張してた瞬間だったけど、うん、もう出ちゃったからもう楽しみしかないいやそうだよね、うん、切り替えますわ、そうだね、ユーチューブ頑張ろうぜ、頑張るぜ頑張るぜ、最近知ってくれた人もまだ俺らの勉強見てない、うん、あ、ちょっと今月はちょっと、デース系の企画も用意して、いや、楽しみです、はい、はい、用意か、ちょっとこれからは 100% でしょ、うん、寄り道してすみませんでした、いや、いや、もう、加速するだけか、ということでですね、本日はありがとうございました、ありがとうございました、3ヶ月間と、今日も岡山まで来てもらって喋れんくなってるもんとりあえず本当にあのメンバーのみんなも視聴者も付き合ったりありがとうございました、これからもちょっと食べていくんで、食べていくんで今日の話、打ち上げに集中したいなと思って、はい、俺が今カメラを閉めようとしてこの後飲み行きますか、飲み行きます、なんかしこたま飲みますか、しこたまちょっと飲ませてもらって、また次はベロベロのケースでお会いしましょう、はい、またね、今回も長い動画になってると思うんですけど、ここまで見てくれた方はチャンネル登録、グッドボタン、コメント、コメント、ケースよく頑張ってるって言ったんで全部あのハート付きコメントしてください、はい、お願いします、それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう、アチュー。